コントンザは絶賛公開中の映画、アクロス、ザ、スパイダーバースの内容に大いに触れるネタバレ動画になります。劇場で本編をご鑑賞後にご覧いただくことを強く推奨いたします。ご了承の上、ご覧ください。スパイダーパンクかっこよすぎてあんなん惚れるやろ。ホビーかっこよすぎだわ、あいつにならグウェンネ取られてもいい。ホビーただのキャラをかと思ったら、めっちゃ良いキャラしてたな。パンクとかいうイケメン。ホビーかっこすぎてステッカー買ってしまった。アホくさ。ってスパイダー追いかけっこ参加せずに支えて抜けたっぽいホビーよね。ホビーはあの中で悲しい過去先にいっぱい経験したような目をしている。グウェンと仲が良い。マイルスに助言してくれる。一人だけ先に支えて抜ける。グウェンに海賊版渡してくれるグウェンのバンドに加入する。グウェンと仲が良い。これがホビーだ。ゲートインからの腕はボイはやりすぎでしょ。その後海賊版グエンに渡すのなんなんだよ、かっこよすぎか。シベット海賊版置いていったりかっこええわ。スパイダーマンは不幸なんてルールをぶっ壊そうぜ。してくれそうなホビーくんいいよね。生き様がロックなやつが好きだからなパンク。ホビーは話聞いた時点でマイルズへの好感度がめちゃくちゃ高そう。むしろパンクはなんでソサエティに参加したんだ。バンドメンバーを探して。ペニーですらスパイダー説教会に参加してたのにホビーは一貫してマイルスの味方だったってのめちゃいいよな。デザインもビジュアルもかっけーし。ホビーは赤ちゃんに敬意持ったりマイルスに自分で作れよって言ってて本当に自分で作ってたりいちいち面白い。もっとジャイアンみたいな声かと思ったら超かっこいい声になってたパンク。マイルスがバリアで捕獲された時に手のひらだぜって感じにサインを送るホビー好き。ホビーの紹介パートが反対性すぎる。スポットとスパイダーパンクは良いキャラやったな。スポット主役でぎっくり一本見たい気もした。パンクはこの作品の内面者やね。パンクはアナーキスト名乗ってる割には一番良識人だよな。パンクはいいキャラしてるから次も暴れてほしい。今回一番好きになったスパイダーマンかもしれん。美味しいですよねチャイティ。この映画を見た後にチャイティ街に行ったよ。飛び取る今なんて言った。チャイティ飲んだことないけど美味しいんかな。近所の料理屋のナンブレッド美味しかった。ご飯パンみたいな頭痛がする食べ物やめろ。チャイティ、チャイティのくだりほんと好き。中国で茶のことをチェイ呼びする派と呼びする派がいて、そこから世界に広まっていく過程で前者がチャ、チャイに、後者がティに派生した。なので語源は同じとかどうたらこうたら。逃げる好きになる人もいるはずだよ。逃げるはあざといからなぁ。スネガは純粋に良いやつって感じ。あれだな。インディア君基本良いやつなんだけどイギリスブラックジョークで場を凍らせるタイプだな。本人の説明的にイギリスのこと以外では特に悲しき過去はないのね。スパイダーエンド好きフィグは欲しい。英語版の声優はデッドプールのドーピンダーで有名なカラン、そうに。グウェンはケイトだしノワールは刑事版ゴーストライダー。結構実写の演者とかぶってるよね。そして日本語吹き替えはデップーが入り浸ってる酒場のバーテンダーのイーゼルの人という。インドの背景とか、世界観ごとにデザインが変わりまくる映像がエグすぎる。現場から加入労働だと告白されたけど、そりゃ飛んだよなとしか思えない。過重労働も納得の我慢の忙しさ。見てる側が処理落ちする笑い。結果に繋がればいくら犠牲が出ようと構わないおファンまで納得してるのが実にスパイダーマンだよね。ルールよりも、家族を助けてくれたマイルスに恩を返す方を選ぶのがスパイダーマンらしい。前評判がどうであれ、実際に助けてくれたらもう親愛なる隣人だっていうのがスパイダーマン世界の良いところ。スポット、ATM マシーン、マイルス、M はマシーンの役だからその言い方はおかしい。マイルス、チャイティ、パビトル、チャイ自体お茶って意味だからその言い方はおかしい。この映画こういう点どん多いよね。バスを片手で支えながら恋人と所長二人とも助けるって意気込んでるとこ好き。こんなん好きになっちゃうでしょ。スポット相手に、自分探しのためにインドまで旅しに来たのか。典型的欧米人、食べて祈って恋をしてか。って煽るとこほんと好き。さあ一見落着落着、みたいなこと言ってみんなに突っ込まれるシーンが好きすぎた。インディアの軽口が一番好きだったな。インドスパイディはアニメガーディアンズのロケットと同じ人でしたね。デザインもかっこいい。インドスパイディ、実は2004年デビューとそこそこのキャリア持ち。クローンサーが翻訳に登場したやつ、全員変えよ。インドで自分探しするやつをバカにするみたいなネタって海外にもあるんだなって。新キャラの好感度として忘れたかホビーの2択じゃない。ジェシカは出番の割には正直そこまででもなかった。ジェシカは思うところある感じだけど、ベン、ライリーは何を考えているんだろう。リーダーの指示に従うぜ100%なのかな。次回は見れるとベン、ライリーにフォローあってほしいな。びっくりするくらい扱いの悪いベン、ライリー。今回何が辛いってやり方はともかくスパイダーマン全員いいやつなんだよな。
コズミックゴーストライダーの介入でカナダのスパイダーマンになったベン、ライリーが一番幸せそう、ウザキャラ扱いだけど。全体的にアンデズ、ズボーンサーガとズボーンコンスピラシーとダークウェブの展開見ていったがわかるけどあいつの人生フリー素材。かわいそう。ベン・スパイダーは昔結局クローンじゃなかったみたいな話を読んだことあるな。スカーレットってもっとかっこいい人だと思ってたけど違うんだな。原作スパイダーバースに出てきたベンは入れ替わりの末に死ぬまでのベンに習った別アースのベンだからいい感じの出番と死に様をもらえてるぞ。なんかこういうのに出てきそうなスーペリアはいないんだな。いたらスースーつかなくなるんじゃないの。ガラナピーターで中身オクトパスとか一番説明に時間かかるし。ミゲルは一度最後まで見たら最初のグエ抜け入れるまでがあざとすぎるってなる。ミゲルに重責もヘイト役も背負わせすぎだろ。前作ラストじゃただのおちゃらけおじさんだったのに。なんならおじさんどころか若い兄ちゃんくらいの雰囲気だったのに。ミゲルが悪いやつなら他のスパイディが集まってこないからな。彼もまたスパイダーマンなんだよ。ミゲルかドクオックじゃないとまとめられないくらいまとまやしない。全てを達観した疲れ切ったガレオジなのはそれはそれで良かったけどね。まあビヨンドで名誉挽回はされるでしょ。スパイダーおじさんやってるボイボイいいよね。微妙に他のスパイダーから舐められてる感じなの好き。大半がピーターだから常に軽く聞かされてそうなのはかわいそう。前作ラストだと地味いい兄ちゃんみたいだったのに今作で疲れ果てたおっさんになってる。しかもやりたくない仕事を引き受けてる。前作ラストのスパイダー指差し喧嘩やってたミゲルさんはどこ。本来はあんな性格なのだろう。吹き替えが元に一切寄せずふざけすぎてるだけで、言語版が言うほどおちゃらけてないというか、頑張ってギャグやボーとしてる真面目な普通のおっさん。ミゲルって吸血鬼なのは原作からなん。見てる間半間裕次郎みたいな顔つきしてんなってずっと思ってた。でも平行世界の自分死んだからなりすましてパパやってたは正直ちょっとキモいと思っちゃったよ。ベラベラまくし立てるように説明し始めたから、ってなる。死んだの見て何かしが頼んに感づいたのかなって思った。なびからった。責任感強いタイプだし平行世界の自分の遺族なんて見たが無視できないタイプでもあると思う。密室にも失ってるわけだしそりゃまあミゲルさんも心折れるし何もしないでくれとか言う。でもそうした場合マイルス君闇を決まったなしなんですがその辺どう考えてたんすかね。他にミゲルやマイルスいないの。ピーターばっかいるなスパイダーソサエティ。確認した限りミゲルは全ユニバースで4人、マイルズは7人いる。ビートは結構古い中っぽい人。歴史的にはベン、ライリーよりも前に現れたピーターの後継者だからね。こいつのウェブかっこよすぎるだろ。赤いワイヤーみたいなウェブかっこいいよね。あのミゲルのアシスタント AI みたいなのは何なの。あれもミゲルが開発したの。スパイディア数歳多いからミゲルが開発したんじゃね。ミゲル世界すごい発展してるし。スパイダー初心者だからギャンブで始まった漫画で同じ名前の AI をロック。僕が使ってて混乱してしまった。ミゲルからパンクに至るまですげーガジェット開発する能力に長けすぎなのスパイダー。頭良くないとスイングできないんだよな。ロキとかビルに激突してるし。スイングは数学の知識とスパイダーセンスと空間認識能力ないと死ぬからな。メンタル的に色々と限界迎えてそうだけど本来連れてかないって言ってたグエンを結局引き取ったり元々の人の良さが垣間見えるのが辛い。結局それがきっかけで余計に苦労する羽目になるし。前作のラストから1年ぐらいでやけになりすぎだろ。さすがにミゲルの方はもっと時間経ってるんじゃない。あれからたった1年で別世界の自分になり変わって滅んでスパイダーソサエティ作ってとなるとさすがに無理があるような。見てるとなり変わった下りが偉い唐突感あるけど本人的には残された家族のためにまとな部分もあったんだろうな。ふと見せるピーター由来のコミカルな挙動のせいでこいつを嫌いになれない。子供の扱いが丁寧なのいいよね。言ってることは厳しいが悪いがかのインベント発生しないとお前の義空の人みんな不幸になるんだよ。分かってくれよ頼むよマイルスと頼んでるおじさん。説得下手すぎおじさん。まあどんな言い方しても無理だろうけど。まあ悪いけどお前の親父には死んでもらうからって話だしな。ミゲルがカノンにしてる以外のものが発生して世界壊れないのはスパイダーマンがキーになる人にカミングアウトするかどうかなのかなって。ミゲルがそこに思い至らなかったのはまず自分で入れ替わりなんてやってたからもありそう。圧迫面接やめろ。全員に通達。スパイダーマンを捕らえろ。くたびれていっぱいいっぱいなおっさんは一定の需要がある。もうちょっと柔らかく言えねえのかなとかお互い話聞き合えねえのかなとか思いながら見てたけどそういう時みんな心に余裕まるでねえからしゃあなしなんやな。みんなでチャイティでも飲んで落ち着けばな。チャイティピーターじゃないスパイディ結構いるんだなってなるこのシリーズ。実写版がみんなピーターだし。
なやしで最悪呼ばわりされるやぶ医者でダメだった。実はこいつが黒幕だと深読みしてる。2099は好きなキャラだし、あくまでもスパイダーマンだから黒幕はさすがにないと思う。というかミゲルを信じたい。ミゲル今心が追い詰められてるだけでヒーローだからな。バルチャー戦でわちゃわちゃ喋ってたのが元のキャラなんだろうな。気心知れてそうなジェスト勧誘前のグエンしかいなかったし、